今回紹介するのは「朝が来る」という本です出産をめぐる女性の実情を描く社会派ミステリー泣きながら読んだ子供を持つ身としては最初の不妊治療だとか養子縁組の部分にすごく共感して泣いてしまった後半の光の人生の転落ぶりは辛くて飛ばし読みをしてしまったでも もう一度読み返したい作品朝が来て本当に良かった」久しぶりに魂を揺さぶられる小説途中あまりに読むのが辛くて何度もページを閉じた「男の私でこうなのだから」「女性が読んだらもっと思うところがあるだろう」「縁の薄い世の中では少し思いと違う方向に進み始めただけで気がつけば全く思いがけない場所にたどり着いてしまい」 自分の両親の欠片でさらに自分を傷つけてしまう夜明け前の闇が一番暗くて朝が来て本当に良かったと思った以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございました良かったらチャンネル登録をお願いいたします